サブ任務108、一匹道、ビッパの道。え、ビッ、え、ポケモン指定される感じ。無理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 。ホイキング絶対無理やろ。何、どこ行ってるの。ここだよ。何が、いい時間だ。月、太陽、夕日ってことかな。綺麗な景色だな。どうよ、綺麗。パルキア様がくださった素敵な場所。ディアルガ様による移ろう時間、二つ合わさってこその景色だね。翡翠の大地、私大好きだな。ねえ、アユナは調査をしていてどうだった。うん、まあ楽しかったよ。そうだね、好奇心を刺激されるというか、私も楽しかったよ。ゴンベも楽しかったか。ヨネのゴンベ、大発生に反応すると聞いたけどよ。何かおかしなところはねえのか。ないみたいだね。まあポケモンは不思議だからさ。何より発生する場所へ現れるポケモンを教えてくれてありがたいよね。そうだ、豪雨と大発生のこと、翡翠のみんなに知らせてあげたよ。そりゃ助かるぜ、カイ。大発生に巻き込まれ、怪我をする人もいなくなるだろうよ。さてと、俺たちはさらに変わっていかねえとな。ねえ、アユナ、変わっていった未来の翡翠で、ポケモンと人は何をしていると思う？ポケモンジム、コンテスト、なんかどっちも、って感じやけど。なんだろうな、ポケモンジム？ポケモンジム？何それ、アイナさん。え、つわものに勝負を挑んで勝つと認めてもらえるの？じゃあ私は認める役をやりたい。リーダー側。未来がどうなるかわからないけど、私たち変化していく面白い時代に生まれたね。なんか靴モンスターボールみたいやね。初めて知ったんやけど。あ、だが変化にもいい変化、悪い変化がある。変わりたくねえってやつもいる。へ、ちょいと骨を折るとするか。とにかくよ。あゆな、ありがとうな。さっきのなんか、ねえ、パッと出てきた選択肢で未来変わったりせんよね。空から落ちてきた人はおかしなことを言うもんだね。調査は一旦終えたけれど、私とゴンベは引き続きあんたの力になるからね。これで一応、サブクエの一つのストーリーは終わったってことかな。あゆな、もしかしたら大発生って、神王様からの贈り物かもね。あんたは私たちみんなにいい変化をもたらしてくれたからさ。いやでも結局何やったんっていうことは全然分かってないけどな。サブ任務102、翡翠の夜明け達成。いつの間にかサブクエになっとった。ふう、帰ってきた。お、アイナ様、調査お疲れ様です。どうもどうも。ご足労をおかけしますが、訓練場までお越しください。なんだ？お、電木団長。お前を呼んだのは他でもない。新しい形式のポケモン勝負に挑んでほしいのだ。どういうこと？ポケモンは恐ろしい生き物。その考えもお前が改めてくれた。お前の影響でポケモンを相棒として勝負を楽しむ者もいるし、ポケモンを頼る村人も増えておる。おお。だからこそお前にはさらに先の先に歩を進めてほしい。新しい形式の勝負に挑むことでポケモンへの理解が深まるだろう。何、本当にジムができるとかそういう。苦しい状況において相棒が何を望み、戦う相手が何を考えているか、お前なら感じ取れるであろうし、私たちも同じことを学んでいく。かなり厄介な頼みになってしまうが、何、お前なら大丈夫であろう。
何その勝手な。詳しいことはのぼり殿に尋ねよ。ではのぼり殿、あとはお任せしますぞ。新しい勝負に挑戦するときは私にお声がくださいませ。ほう、結局いまいちよくわからんけど、とりあえず私はゴーリキーとカエリキーを入れ替えたいんだ入れ替えたいんですよ。その後まあとりあえず説明だけ聞くか。どうも。電木様に頼まれ新しい形式の勝負に挑めるようにいたしました。存分に腕を振るってくださいませ。どれに挑戦なさいますか？あ、なるほど、このポケモン勝負勝ち抜き道一匹道。あー、なるほどね、そういうなんか縛りのあるポケモン勝負ができるようになったってことや。いや、いいよ、今はいいよ。そのうちまたレベル上げとかで使うかもしれないどうしたの？のぼりさんの一匹道、君は挑戦しているのかい？いや、してないけど。一匹道、それはポケモン一匹での勝負を極める道。手持ち一匹で難敵に挑む勝負には夢がある。ポケモンを深く知り、戦略を練ることが肝要でね。で、君に頼みたいことがある。達成困難と言われる一匹道を攻略してもらいたいのだ。自分には難しくてね。サブ任務108、一匹道ビッパの道。ポケモン指定される感じ？無理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 EV ビッパとか EV でいけるわけないやろ。まだまだいいってミノマダムケイシー、増やすな増やすな、ハピナス、あれもこれもだ。どんだけだよ。ニューラ、ロトム、すごい勢いでサブ任務が増えていくんですけど。トリデプス、ロゼリア。トリデプスなんか私多分捕まえてないよ、見かけたこともないんじゃないかゲームで。コイキング、絶対無理やろ。僕が頼んだ一匹道を達成したら図鑑につけてもらった印を見せてくれ。自分で達成しろよわけのわからない素朴絵を大量に増やしてさ、何なんだあいつは。怖いわめちゃくちゃ怖いわ。待って、ここ通って出れる？あ、出た出た。それじゃあメインはどこに行くんやった？ありがとうを伝えたいじゃなくて、あ、ここサブか。すべてのプレートを求めて、あ、そっか、小北さんのところに行くんか。行こう行こう行こう。どこやっけ。とりあえずフィールドで選択すればわかるか。あ、ここね、西への隠れ里。はい、来たー。全部集めてきたよ。ついに。ふう、プレートとやらは集まったのか？はい、すべて。アイナさんは敏腕の調査隊員ですからね。さあ、他に情報は？プレートの情報を教えてください。そうじゃな。木材を3つほど都合してくれるか。木材？木材がプレートと関わりあるというのか。いや、アイナさん、とにかく集めましょう。自分商人ですが、あいにく持っておりませんので。役に立たねえ。木材持ってないのか、私。どっちにしろ手持ちにはないか。くそー。木材、この辺とかにはない。あ、ここに一応道具箱はあるけど、も、ないな。みじんもないな。なるほど。ということは、集めに行かねばならんということか。ひー、めんどくせえ。木材、木材。なに、ここ。ここで
枯れてる。そりゃ見つからんわ。どうやらここは真昼が探していた花畑のようだ。ここがあの花畑？何？ついてきてたの？確かに花は枯れていますが、記憶にある景色とそっくりです。どこも同じような景色に見えるんですけど。間違いなくここですね。で、そのポケモンは？あの時のポケモンさん。あの時迷子の私を助けてくれたポケモンさん。あなたのおかげで私、無事に帰ることができたよ。ありがとう。ポケモンの寿命がどんなもんかわからんけど、子供の時ってことは結構もう10年ぐらい昔なんじゃない？あ、花が。すごい。統一されてないんや、花の種類。お、来た。あ、この子なんて子やっけ？なんかアニメでチラッと見たことある気がする。かわいい。アイナさんありがとう。相談乗ってくれたヨネさんにもありがとうって伝えてくるよ。あなたはあのポケモンのことを調査するんだよね。あ、捕まえれる？お仕事頑張って。それじゃあ。シェイミ。なるほど。自分のことを助けてくれたポケモンを私が捕まえようとするのは全然いいんすか？そういう感じ？やったー、かわいい。レベルはいくつ？サブ任務92。ありがとうを伝えたい、達成。やったー、ついにやわー。ね、よかったよかった。で、木材が欲しいんですけど、私。よし、これで、一旦ね。あ、シェイミレベル70あるんや。いいね、いいね。かわいい。草タイプ。なんだ、ランドフォルムって。これから一旦村に戻ります。ふう、何気に石を見つからんのかと思った。こんな簡単なものが。木とか揺らして落ちてくるのやったらいいんやけどね。そうじゃな、木材を3つほど都合してくれんか。はい、木材じゃが3つほど都合できたのか。できた。おお、これはこれは。さあ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 、木材3個の秘密とは。うるさいよ。大げさな。そんなものはないぞ。まな板を新調するだけじゃからの。まな板は？まな板？こちらは板は板でもプレートを探しているのです。仕事はサボるわ、文句は多いわ。一応紹介の銀杏もさぞや苦労しておるのだろうな。誰銀杏？これあいな、木材を集めてくれたダチンじゃ。お、アイナは精霊プレートを受け取った。フェアリーのタイプの石板、あるポケモンに使うとフェアリーの力を得る。プレートじゃねえか。どうした、口調変わったよ。いや、プレートですよこれ。わかるよ、見ればわかるよ。なぬ、プレート？ちょいと見せるのじゃ。プレートと分からずに渡したん？何のつもりで渡した？へえ、そなたが集めているというプレートと同じ形じゃの。何やら文字が刻まれていての。微妙な使い心地じゃった。まな板として使ってました、もしかして。だが、切った材料の味が良くなったのも、まな板。いや、プレートのおかげだったのか。関係あるの？てか、こんな小さいのでよく切ってたね。もう話すことはない。あとはどうするのじゃ？こっちが聞きたいんだけど。プレートですが、かなり集まったようですね。残りは、確証はないのですが、神凪寺院あとはどうでしょう。何？どこ？それ。ディアルガ、パルキアの像があり、何かしらゆかりがあるのではと。あ、こ崩れんかった？なるほどな。伊達に遺跡巡りでサボってはおらんの。よし、行け。
言われなくても行きますよ。そういうことでサボってたのか。アイナさん、神奈木寺院後です。ほれ、神奈木寺院後に行け。そこでどうなるかは楽しみじゃの。さて、神話の遺物は今の人に何を伝えるのやら。神奈木寺院後って、ディアルガとかパルキアと戦ったとこよね。え、あっこって崩壊戦勝った？え、戦勝ったんかな？別の場所？名前言われてもちょっとよくわからんねえけど。はい、戻ります。ふぅ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。このプレートを何しに集めようかもちょっといまいちよくわかってないんやけど、これを全部集めたら何かが起こるってことなのか？なんか、だいぶ集まってきたって言ったけど、まだ全部揃ってはないってことなのかな？神奈木寺院後にありそうってことかな？あと。何をさせられているのかがよくわからねえ。